全国の進撃の巨人ファンの皆さん、スラマッパギー、どうも千早です。進撃の巨人2やっていきたいと思います。今回はインフェルノーモードで遊んでいくんですが、インフェルノーモードって多分最初つまずくと思うんですよね。で、簡単にクリアしていく方法を見つけましたんで、ぜひ参考にしていただきたいなと思います。そのスキルがですね、装備中のスキルのこれですね、巨人ハンター。足を切断せずに巨人を捕獲できるっていうものがあります。これを利用することで無駄な雑魚戦を減らしていける。そこに時間を費やさなくていいっていう感じになります。その代わりですね、評価がどうしてもまあマックスでも B くらいになっちゃうんですけどね、討伐数がどうしても少なくなっちゃうんで、そこだけはご愛嬌なんですが、インフェルノモードで最初活躍するにはどうしても武器の強化だったりとか、立体起動装置の強化とかを必要とするわけですね。そのためにまず素材を集めなきゃいけないと。ってことで評価を一回度外視して、まずは素材を集めるために必要なのがこの巨人ハンターになってきます。これは、ハンジさんの確かレベル8だったかな、評価をレベル8まで上げてストーリーモードでレベル8にして、こっちも反映されるんで、スキルはストーリーモードで評価を上げてこれをゲットする。それから必要なのはアイテムマイスターレベル3ですね。これはハンジさんの部下のモブリットの評価レベル8ですね。これも必要になってきます。あった方がいいです。で、決戦、これがエルヴィン団長のレベル8ですね。これも大事。とにかく評価上げですねをひたすらしてください。良い周到はアルミンだったかな、レベル8だったと思います。これも必要なスキルですね。とにかくスキルを入れていってください。連撃も自分は必要かな。連続ダッシュ、エアームーブあたりもあった方がいいと思いますね。決闘者とかも一応入れてます。こういう攻撃力が大幅に上昇する系はですね、最後どうしてもラストの、出てくる大型の機甲種だったりとかは倒さなきゃいけなくなるので、もちろん捕獲もできるんですけど、結局足とか腕は切断しなきゃいけなくなるんですよね。だとしたらもう最初からうなじ狙っちゃったが早いので、最後の一匹だけは駆逐するつもりでやってるので、攻撃力を強引に上げてます。なので、弁償性とか器用さは度外視して筋力も上げてますね。絆の力も入れてます。あとはそうだな、筋力強引に上げてて、これですね、巨人の知識3かなも一応入れてます。一応なんですけど、この巨人の知識1、2、3ってどれも効果がどんどん蓄積はされますが、まあとりあえず3だけはつけておこうって感じですかね。8、9入れる割にはそんなに上がってないと思うんですよね、感覚的には。なんで自分はこの10一つだけにしてますね。それより筋力上げた方がいいんじゃないかなって自分は思ってやってます。他にも必要なねスキルきっとあると思うんですけどね、回転技とか多分入れたらより強くなると思うんですが、自分の戦い方がちょっと違います。この用意周到が特に必要になってくるんですが、準備万端もできれば入れたいんですけどね、 SP の限界が来てて、用意周到だけで頑張るっていう感じになってますね。だいぶ説明長くなっちゃいましたが、早速いきましょうか。今回は調査任務ですねに入っております。ストーリーモードを多分なんですけど、女型の巨人と戦うところで一旦みんな詰まると思うんで、そのための今は自分は強化をしております。ということで、ガンガン調査任務を進めております。では早速行きましょう。そういえば、ステータスあった、装備とかですね。インフェルノモード入ると、のガスがなくなる、刃がすぐ消耗するとかっていう状況にまず陥ると思うんです。それは、アイテムのとこの決戦ののろしってやつで強引になんとかしてます。で、武器なんですけど、より切れ味の高いものをつくのがこれですね、烈破装陣姿勢4式かな。インフェルノモード入ったら即作れるはず、姿勢1式から順番にこう作っていけるはずなんで、なんとかここまで上げていただきたいなと思います。耐久度がめちゃめちゃ低いんですよね。50なんですけど、これも決戦ののろしで強引になんとか、常に最高状態をキープして戦うっていう形にしておりますが、基本的にはですね、戦わないです。まあ今から実践していきますが、まずは決戦ののろしかけちゃって、初動でやりたいのがですね、巨人のとこに行くんじゃなくて拠点のとこに行きます。で、巨人がこうやっているんですが、巨人ハンターのおかげで、大型巨人を足を切らなくても倒せます。これがすごい楽なんだよね。本来
そうだな、調査任務今21秒経過してますが、おそらくですけど1030分40分全部倒していくってなったらかかるはずですよね。それを10分ぐらいで済まそうっていう考え方でございます。ターゲティングしてオバック、これだけです。超簡単。この巨人ハンターめっちゃいいですよ。最初はこれでやるべきだと思う。で、いろいろとちょっと検索かけてみたんだけど、これ推奨してるサイトはどこにもなかったかな。巨人ハンターいいっすよ。超おすすめ。最初はこれでやるとすごい簡単だと思います。これでまずは資材を集めるですね。でサクッとと捕獲してね、また決戦ののろしかけてですね。これなんだ、補給拠点3か。補給しちゃおう。救援診断はぶっちゃけ無視してもいいんですが、一応いきますね。捕獲、捕獲。一応ですね、巨人を捕獲し続けると捕獲報酬っていうのが多めにもらえますねっていう手も一応はありますよ。でもなんかそんなに今自分は必要じゃないんで、もう他の巨人は割とスルーしちゃってます。で結果的にもうほとんどの巨人を捕獲済みなんですよね。そういう利点もあります。エルヴィン団長か、決戦ののろしでしたかね。確かインフェルノモードだとね、どうしてもね、インフェルノモードだとベルトとか救ってもね、ただの通常攻撃になっちゃってあんまりうまみないんですが、一応救うだけは救いましょうか。あ、そうか、あの前提条件をあれしてなかったね、言ってなかったな。自分は強化できるようにかなりしてあります。レベル3ですね。中東拠点レベル3は必要かな。補給拠点レベル3も必要だと思います。自分は補給拠点とかは、補給拠点系は確かピクシスレベル8だったかな。違うな、補給系はハンネスさんだったかな。ちょっと混乱してますが、ハンネスさんとピクシス司令はレベル8まで、評価を上げないとレベル3までいきません。もちろんレベル2とかでもいいんですが、レベル2だったら補給拠点で決戦ののろしとかが2つ、レベル3だったら3つみたいな感じなんで、このネットがね、大量に必要になってくると思うので、最初の方は。レベル3までストーリーモードで上げちゃった方が楽だと思いますね。自分はまずはおすすめします。ただちょっとめんどくさいよって方はレベル2でも、とりあえずは。でもレベル2にするのは別にあれか。確か誰かの評価とかは関係ないんだったかな。さあ、捕獲していきます。捕獲していきます。補給拠点を。あ、ちょっとも、損しましたね、今ね。決戦ののろし使ってからやるべきでしたね。はい、捕獲。捕獲された巨人搬送中に脱走。こういうのはもう全然スルーで大丈夫です。もちろん、行っちゃっても大丈夫ですよ。で必殺技なんですが、今立てた補給拠点を、速攻補給拠点にする、補給拠点にするっていうことも可能です。最初のうちに、マップの右下の補給拠点の左の、これマップで映せるかな？あ、映せますね。これだ。駐屯拠点を作ってるので、じわじわとね、この拠点を作る数値、設営が2必要なんですが、これが1ずつ回復していくんですよね。その時間がレベル3だから短い。レベル2よりは短いみたいな感じで、サクサクと補給拠点作れます。ほとんど捕獲してないんであれですが、全体捕獲するってなると、そうですね、決戦の、駐屯拠点を2つ作るべきかなとは自分は思います。最初のうちは自分2つ作ってました。さあ、出てきましたね。まずは大型の貴公子との勝負ですが、連撃を加えているので3発くらいはサクッといきます。で、スタミナを削ってから、リヴァイ兵長のスキルを使います。こんな感じで、いいダメージが入るんですよね。約20万。これ通常攻撃しても今の攻撃力、スキル等と合わせて全部4万3000とかぐらいしか入らないんですが、兵長のスキルを強引に使うことで、大ダメージをね、一気に大型の貴公子のライフを半分ぐらい削ってますよね。
で、必殺技はこれですわ。これ。プレイヤーのアイテムのところの名前は、支援要請の演壇ですね。これを使うことで、リヴァ兵長のスキルを一気に復活させることができます。で、足のスタミナをえぐり切って、もう一回、間違えたベルトとなっちゃったけど、リヴァ兵長を使って、ダメージ。で、ここの最後のダメージは本人が打ってるんですが、ここで決戦の呪しを使っておくことで、ここの攻撃力を上げることができます。ということで、一戦これ、解説入れながらで10分切ったんじゃない ?7 分くらいで済んだんじゃない?ほら、あ、いや4分でいってますね。これぐらい簡単にいきます。討伐数は残念ながら1なんで、まあ見ての通り総合評価 B しかもらえないんですが、見ての通り、強化素材、上位強化素材を簡単にゲットすることができます。で、捕獲種報酬のとこは見ての通りですね。でもこの辺は、まあもちろん使うんですが、捕獲すれば捕獲するほど、これがゲットできるので、だいぶスルーしてきましたが、あれ全部捕獲してたらもっと偉いことになってたんじゃないかな。で、普通に討伐報酬とか、V 破壊報酬とかでもこうやってもらえるんで、かなり簡単に上位素材が集まります。自分はこれを活用して、今ひたすら調査任務を進めているところです。これ簡単なんでね、ぜひ皆さんにもおすすめです。やってみてください。何かわからないことがあればコメント欄に答えるべきことは伝えるべきことはほとんど伝えてますが、もしわからないことがあればね、ぜひコメント欄に残してみてください。で、もしなんかいい質問来てたらそれ固定してそこのコメントを返信しておきますんで、ぜひお願いします。では今回はこれで終了させていただきます。ご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。